にゃん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 、始まりました。うなぎの夜食事情、うなぎさやかです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、前回コラボさせていただいた太鼓の達人のね、すごい未来先生とコラボ動画を撮るのですが、本日太鼓の達人撮らないんですよ。未来先生とのコラボなのに、とある企画がありまして、その企画を撮るのですが、となんか思ったのが、あんなに太鼓の上手い未来先生なのですが、もしかしたら苦手な曲があるんじゃないのかなと思いまして、未来先生のね、YouTube を結構いろいろ見漁ったところ、やっていない、なんか少ないなって思った曲があったんですよ。なんていうの？曲のリストを全部見ながら、未来先生の YouTube に上がってるやつを見たときに、あ、この曲あんま上がってないから、もしかしたら苦手なのかなっていう曲を発見したので、今日は、未来先生が何でも上手い感じだけど、実は苦手な曲があるんじゃないのかなとうなぎは思いましてですね、ちょっと性格悪いんですけど、太鼓今日絶対やらないですみたいな感じにしておいて、いきなり太鼓の達人の前に連れて行って、そのやっていない苦手そうな曲を叩いてくださいって言ったらどうなるのか検証したいと思います。
未来先生に叩いてもらったのですが、苦手な曲ないですね、あの人いや本当にすごいなと思いました。そうですね。でなんか、まあ、改めてまた太鼓の達人ももうちょっとうなが練習してまた違った形でコラボできたらいいなと思っておりますので、楽しみにお待ちください。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。 Twitter、アメブロ、Instagram、うなぎさやかで検索すると何かしら出てきますので、よかったらチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。